7時30分大阪天王寺駅。今日の主役は朝が早いで、今日はその男の日曜日を追いかけたで。ゴブリンズ TV 初の密着動画、偽ワッタルーティーン。卓球フリーコーチ大東純、朝のコーヒーでやけどした男やで。7時50分ゴブリンズスクール、集合時間は15分前に着くのが常識、そう教えられたんでんがな。出身地はここ大阪、ここで生まれ悪魔に育ったんや。出身高校は上宮高校、卒業後は大学に進学。苦楽を歩んだ男の日曜日、すでに疲れてるでな。朝は必ずパンを食べるとは決めてないで。いつまでも気持ちは大学生、正直痛いわな。普段と動画の違いは何もない。ずっとアホや。おかにしるやん。いやいや、行く。ヌーティーンじゃん。あ、そうやな。ニセワッタはワッタを煽るで、ワッタ愛が止まらんで。お前絶対怒られんで。言うけど知らんからな。俺は許可取ったけど、お前知らんからな。取り出したのは案件商品や。泉くんから託された案件やで。めんどくさいことは回ってくる、それが年下の宿命やねん。今日の撮影は9本やさかい。レッスン終了後に撮るのが通例でな。ニセワッタは言葉が苦手やで、生徒の話を聞くのもコーチの仕事なんやわさ。で、その日試合の予定やったら、2時の関係で出れんじゃったんで。こっち来る。空いてるなら。ああ、空いてる。そのサインする人まだおったんかいな。いきます。卓球の指導するで。人のモノマネが得意やさかい。始まって、むずいよな。わかる、わかる。分かり合える先生と生徒なんやで。12時初めてかもしれない。お昼休憩するで。焼肉はやってきたし。どういうこと焼肉？サボ式焼肉。14時撮影前やで。キリット果実。割った式割った練習やるで。シダ動画6分撮りやで。ゴブリンズの中核を二の取るで。16時、この時間が一番疲れるで。やっぱ我慢して V20 ダブルできるから。16時30分、最後の撮影。疲れなのかカメラに敵意を見せる悪魔や。え、今やばい、待って。めっちゃきつかったな、今。めっちゃきつかったな。絶対使うで。まあ、真似しようと思って。今、スクールの方終わりました。今日来ていただいたお客様、ありがとうございました。今から帰る準備していきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。スクールが今終わったので、今から帰っていきます。さっき聞いた。それ、さっき聞いた。でも、全然喋らなかったな、さっきまで。そうですね。ワタさんも正味パソコンいじってるだけでしょ。コーヒー飲んでるか。これはします。あ、すいません。はい、大丈夫です。すいません。はい、優先で。あっちゃー。18時20分、天王寺喫煙所やわ。おはようございます。いや、今飲み終わりました。いつもはね、いっぱいでセーブしてるんですけど、
もう1日ね一杯で結構酔っ払うんですけど、今日はちょっと流れに任せて3杯飲んじゃったんですけど今日3杯飲んでね、ここ数年で一番酔っ払ったのにかなっていう感じで、やっぱり僕弱いんで一杯でこれからもセーブしようかなって、ここ数年で一番酔っ払ったのにかなっていう感じで思いましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。卓球ユーザーに最適なお仕事探しは卓球人.com。キャリアの無料相談をやっているので、ぜひ一度概要欄から相談してみてください。